今日は皆さんにストレッチポールと、まあ、APN のツールを使わせていただきます。社長が先ほどストレッチポールを導入するんですけど買われたけど、いや分かるけどどう伝えるのとかいっぱいあると思うんですよ。だからね、毛がぐっと上の方に行ったりとかするんですけど、どこも力がない、入らないとこを探してください。一度手を広げてみてください。手を広げて置いたりとかすると肩に力が入ったりするの分かります。力の入らないところがあなたのベストポジション。これで十分変わってきます。まずこれで、後ろの方にストレッチポールがついている状態で伸ばしてますので、全身筋膜つながってますから。これ実はストレッチポールで一番難しいのは脱力です。力抜く方が難しいんです。斜め前の方がいいです。ちょっと立っていただいて、はい、じゃあそしたらお互いまたチェックしましょうか。前後です。すごい水筒に入れました。すごい、すごい、すごいですね。この地域においては、病院とか病床数も限られている中、高齢者すごい多くて、そういった方々に対しての要介護、要支援、デイサービス通われる方以外にも予防とかそういった取り組みが少ないので、そこら辺をしっかりその予防の分野もできていったらいいのではないかなと思っています。はい、取り組みとしては私が今そのピラティスインストラクターしてまして、そういった予防としてで、そのちょっとクラスを開いてレッスンをしたり、あとまたデイサービスに通ってこられる方々も良くなりたいという思い、もう病気になりたくないとか、もうこれ以上 ひどくなりたくないという方々に対してそういう思いを聞いて、予防に取り組めるようにリハビリを進めたりしております。はい、と今日学んだり体幹とかそういったところを重要にして見ています。はい、体を支える部分みたいなイメージでは、はい、思っております。はい、でね、歩くとか日常生活動作する上でもやっぱり体幹っていうのはすごく大事ですね。はい、ストレッチポールはなんか自分の軸みたいなのを知ることができて、あんなに乗っただけですごい姿勢が良くなって、手が上がりやすくなったりとか、すごい変化を感じやすいツールでした。はい、メトレはすごい一番インナーの方に効いて、すっごい実感しやすかったです。乗ってるだけで鍛えられているという感覚がすごい良かったです。はい、そうですね、全てのツール本当に今の高齢者様にも実際に使用できそうなツール、乗るだけでもすごい変わるんですよって伝えやすくていいツールだなと思いました。はい、この地域ではやっぱり病院から退院されてから運動する場所がないだったり、高齢者になっていって運動したいけどどこでしたらいいのかっていう方が多数いられると思うので、ここの取り組みとしてそういう方を拾い上げようっていうところがありますので、それがすごいいい取り組みかなと思ってます。実際に要支援の方も、お家で十分生活できている方でもやっぱり高齢で要支援がついてこれから予防していきたいという方も多数いらっしゃるので、運動習慣をつけていてもらういい場所になってるかなと思います。でもやっぱりここが動きにくい、運動したいっていう方も来られています。で、豊岡店では1日利用でお風呂とかも入浴もあるので、どちらかというと少し動きにくい方もいらっしゃるんですけれども、でも屋外に散歩に行ったりだとか、病気に負けずにこれからも元気に過ごしていきたいという方が多いですかね。はい、やっぱり体幹は末梢を動かすには中枢がしっかりしてないとという印象が学生の頃から教えてもらってたので、
で体幹がしっかりしてないと姿勢も崩れますし、食事の飲み込みとかにも影響してくるなっていう印象ありますので、生きていく上で大事なのかなと、はい、思います。活動量も関係してくるとは思うんですけど、やっぱり疾患だったりとかで圧迫骨折がして腰が痛くてお腹に力入れれない、だから体幹が効かないだったりとか、脳出血で活動量が低下してっていうところがあるので、少しでも活動量が上がっていけるように持っていけたらいいなと思ってます。ステレッチポールは、さっき体験させてもらって改めて、自分の肺がいのスタートの時が、しっかり力が抜けてなくて背中が地面についてないんだなっていうのがよく分かりました。アシスティックも自分の限界の可動域っていうのが普段の生活ではやっぱり分かんないので、あのツールを使うことでしっかり知れてもっといけるんだなっていうのが体感しやすかったです。インナー骨盤底筋とかを意識するっていうのが、やっぱ意識した方がいいっていうのは分かってても、意識の仕方が自分でも分からないところがあったんですけど、あのヒメトレ入れることですごい意識しやすいなと実感しました。感じやすいと思います。実際にあのストレッチポールとかさせてもらうと、あのまたしたいっていう風に変えてくるので、きっとあの多くは語らない方が多いんですけど実感されてるのかなと思ってます。これからまたそれぞれのツールのしっかりした使い道だったりとか特徴を勉強させてもらいながら、いろいろなツールを使うことでこれからも元気に生活をしていっていただきたいですし、今の日常生活を維持してできればより良くしていければいいなと思います。あの秋山さんにお聞きしたいんですが、今あの地方におけるあの介護の問題について、今秋山さんはどういうふうに考えておられますでしょうか。はい、まあ、やはりこの地域どうしても中山間地域で人の資源も少ないですし、まあ、あとは本当にこう情報も入ってきにくいで、ご利用者様だったり その介護に対するその意識っていうところもやはりあのなかなか情報が届きいていないっていうところがあるので、まあ、そういう意味でもやはりあのまずはこの介護ケア、私たちがやっている取り組みを知っていただく、そういう面でハードルをまずぐっと下げるっていうところにフォーカスしたんですね。なので介護だけにとどまらず、スポーツ、フィットネス、教育、子育て、そういったまちづくり全てにまずはこうネットワークを張り巡らせて、でそういう面で介護の業界、ケアの事業を広げていく、開いていくというところから全ての取り組みを始めているところです。実際の介護リハビリにおけるこの体幹の必要性について教えていただきたいです。はい、私この今の仕事をするまではあの病院で急性期、回復期で最後維持期、生活期というところを一連の流れを経験させていただいたんですけども、やはりその中でどの段階においても、手足の機能、筋力、可動域という話は、どこでもあのリハビリとして関わっていく機会は多かったんですけども、やはりあのそのどの段階でも通じて大事になってくるっていうのはやっぱり体感だったんですね。でその実感を経て今の会社でのリハビリ取り組みというところにつながっているので、やはりどの取り組みをする中でもまず体感ありき、コアありきというところでプログラムを組み立てるというようなことはあのこだわりを持つようにしています。どんなところが弱ると、はい、あの介護っていうのは必要になってくるんでしょうか。秋山さんのお考えちょっと教えていただきたいです。はい、まずこの体、先ほど申し上げたようにやはり体幹ですね。体幹の筋肉弱るとやはりその体幹にくっついている手足、頭も含めてどうしてもこううまく使えなくなるねっていうところは、今までの経験上もこの会社としてリハビリ進めていく中でもあったので、まずそういった身体機能ですねが、体幹をはじめとした身体機能が大事っていうところは私は思っています。ただそれと合わせてやはりあのメンタルですね、精神面に関してもやはりこう外部との接点が少なくなったり、社会とのつながり持てなくなった時にやはりあの介護予防だったりとかっていうところがもう全然その方に入らなくなってしまうというか、伝わりにくくなってしまうところがあるので、そういう意味ではやはり体
あとはメンタル、精神面っていう方を両面をケアしていくっていう必要性をもう日々実感しているような状況です。今回ストレッチポールであったりアシスティックであったりヒメトレっていうことを、活用していただきましたが、はい、どのように感じられ、またその、感じられたものを今後どのように生かそうというふうに思っておられるでしょうか。まずまあ今日こうやって体験させていただいて、やはり今までそのストレッチポールの商品の魅力ですとか、今まで取り組まれてきた事業の内容ですとか、そういったところには大変共感を持っていたっていうところがさらに明確になったかなと思っています。でやはり一番私たちが今日体感として感じられたところは、もう全てが分かりやすい、シンプルに田畑さんの説明もありきですけども、やはり やる内容、出てくる効果っていうのがすごく分かりやすいなというところがやはり実感としてあったので、その実際とやっていくアイテムの使い方、取り組みの内容はもちろんなんですけども、やはりその伝え方の部分っていうのは意識をしてご利用様に発信をしていきたいなと思っています。我々セルフコンディショニングの啓発と普及、自分の体は自分で守れるっていう、そういうところの世界っていうのを目指してるんですが、はい、アンズケア様がこれから目指される世界っていうのはどういう世界になるでしょうか。やはりリハビリというと、どうしても病院の中でこうしてもらう、ベッド上でセラピストの人にリハビリをやってもらうっていうのがどうしても一般的なイメージとしてついているので、あくまでもそうではなくて、もちろんやるのはやるんですけど、そこにそれを受けてご自分でもやってもらう、ご自身でもやってもらうっていうところでセルフコンディショニングにはこだわりを持っています。なのでそのあたりがやはりご本人さんたちに響く方法、やっぱり手段ということを今まで模索していた中で、今回のようなストレッチポールの使い方、 LPN 様の取り組みっていうところはもう本当にバシッとはまるところがあったかなと思っています。いやでも本当にこの取り組みってすごくやっぱりLPN さんのこのストレッチポールはじめこのフィットネスとのつながりってやっぱり私たち今までなかなか持ててなかったんですけど、もうケア介護っていうと、私たちも関係ないよっていうふうに絶対なってしまうんですね。けどいやこれピラティスですよ、フィットネスですよ、スポーツですよっていう話をすればまず聞いてもらえる、あとは親世代としても親としてもですし、あわよくばトレーナー側、働く側ですね、弊社で働きながらそのトレーナーを目指すとか、そういう面で言えばこの介護の人手不足とか業界のマイナスイメージみたいなのをこう払拭できるんじゃないかなと思ってるので、はい、そういう接点を幅広く持たせてもらうっていうのはすごく魅力的だなと思ってます。ありがとうございます。